久保さん。まあ、今回のテーマはね、ビジネスは幸せの連鎖であると。ビジネスとは幸せの連鎖であると。ビジネスとは幸せの連鎖である。まあ、あの、会社の給料って、会社がビジネスしてるからもらえるじゃないですか。じゃ、もらった給料で、あの、生活できますよね。 つまり会社がビジネスをやめたら給料は払われない。じゃあ給料払われなかったら路頭に迷ってこの先どうしようってなりません給料をもらえる人生なのか、給料をもらえない人生なのか、どっちの方が幸せですか多分給料もらえた方がいいですよね。だって何も食えないし、ホームレスしますっていう話で。で、これをじゃあ自分に置き換えた場合、自分がビジネスができるようになれば、 あの、そしてそのビジネスを教えることができれば、幸せを連鎖させることができるということですね。自分も幸せになるし、相手も幸せになるっていう。だからビジネスで稼ぐっていうことは、稼いだお金をまた使って市場に回して、で、その市場で回ったお金がまた回って、回って、もうぐるぐる回ってるだけなんですね。だから稼げば稼ぐほど市場に投入するお,あお金っていうのはあ大きくなると。税金も大きくなりますけど。だそうすると、まあその税金の うん、分配で生活保護もあったりとかねいろんなあ施設も作れたりとかもするだろうし、うん、だから自分でビジネスをするっていうことを稼ぐっていうことはまあ幸せを自分でも作れるし世の中の幸せも作れるっていうだからいいんじゃないですかね <laughs> だからやっぱビジネスを勉強するっていうことはこれから生きてこれからの時代 まあ特にその会社から給料をもらえるっていう時代じゃなくなったわけじゃないですか。まあ、終身雇用がなくなったので、まあ、終身雇用がある会社にいて、まあ、年金、あの、退職金3000万もらえるとかね、いや5000万もらえるとかだったら、まあ、なんとかな、全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、無理ですよね。いけます今の年金、まず年金2000万問題があるわけですから、退職金で最低でも3000万ぐらいもらわないと、多分、年金だけで、 あの豊かに暮らすことは、ま,まず、きついじゃないですか。これ100歳まで生きたらどうするのって話で、100歳まで生きるリスクもあるわけですよ。この前ね、僕ね、びっくりした発見がありまして、これね、<laughs> お前知らなかったのかよって話で、あのうちの父ちゃんと母ちゃんのばあちゃんですよね、ばあちゃん、じいちゃん、これ全員死んだもんだと僕は認識してたんですよ。なんと、まあ、うちの父ちゃんの母ちゃん、父ちゃん、あ母ちゃん、お父ちゃんはもう死んでるんですよ。 で、うちの母ちゃんの父ちゃんも死んでるんです。で、なんと、うちの母ちゃんの母ちゃんは生きてると。で、今何歳だと思いますびっくりして。99歳。99歳生きてるらしいですよ。で、あと1円で100歳、大台乗るらしいです。マジでみたいな。だから、実家帰った時に、マジで100歳やん、みたいな。え、100歳まで生きるやん、それ、みたいな。<laughs> いや、だから今99歳らしいですよ。すごいですね。びっくりして。 で、それ考えたときに、ちょっと待ってよ。うちのお父ちゃんと母ちゃんが100歳まで生きたら、あと30年あるや、みたいな。30年、まあまああるぞ、と。だ100歳生きる時代になったんだな、っていう。だから、その、身内でね。なんか、昔なんか、金さん、銀さんみたいなのあったじゃないですか。なんか、100歳生きるとすげえ、みたいな。身内、まあ、うちの母ちゃんの母ちゃんがね、99歳みたいな。マジか、みたいな。知ら、知らなくて。 びっくりしましたね。うん。だから、まあ、今後医療とかも発達するし、し、死ぬ、生き、長生きする方向に行ってるわけじゃないですか。科学はね。テクノロジーは長生きする方向に絶対行ってますよね。どうすか。ということは、長生きするリスクがあるわけじゃないですか。じゃあ、70から30年仮定した場合ね、どうするって話じゃないですか。だって働けないですよね。 どうすかアクティブになんか働けないじゃないですか ?70 からとか30年アクティブに働けますそんな言いたらかなりそうですよね。だからそういうことも考えると、まあ、自分でビジネスをね、あのできるようになってた方がいいだろうし、まあ、老後のことも考えてしっかりと資産構築もした方がいいだろうし、すべてお金の勉強をした方がいいと思います。本当に。これはもうマジで。うん だから分かりきってることなんで、年金問題も崩壊してるじゃないですか。まあ、国が何とかしてくれる可能性はありますけども、あくまでもその可能性はどんどん低くなっているんじゃないかなとは思います。まあ、30年後、20年後、それはどうなってるか分かんないですけど、まあ、少なくても今ある、まあ、直近のデータでも出てるわけですから、バカな僕でも分かるわけじゃないですか、そんなのは <laughs>。だから、ね、僕より頭いい人だって絶対分かってるはずだし、 だけど、分かってるけど、多分それ、真剣に考えてないんでしょうね。やらないってことは。だって、どっちにしろ破産するわけじゃないですか。もう、もう、今まで言ったら、破産するよっていうのは、もう、出てるわけですから。<laughs> それを深く考えて、今行動しないっていうのは、それはナンセンスかなと僕は思いますね。だから、今から本気でお金の勉強して、本気で自分でビジネスができるようになるうーっていうのを、僕はやるべきだと思いますし、 まあこの億万長者シリーズでもずっとお金の話は言い続けますけどね。てかお金の話しかし、お金の話を、お金を稼ぐっていうんですからね、億万長者賢い。億万長者言うてるわけですから。まあ、それはね、ほんと勉強した方がいいと思いますけどね。でもみんなやらないんで、やったもん勝ちかなと。だから、まあ30年後は僕も生きてるかわからないですけど、10年後も生きてるかわかんないし、明日も生きてるかわかんないけども、生きてたとか、生きてたと仮定した場合、リスクあるよって 100歳まで生きたらめちゃめちゃリスクあるよという話ですよ。うん、だからそのリスクを今うん、どれだけ受け入れて、どれだけそこに対してアクションしてるのかっていうのが、結局積み上げとかないと、うんは80になってどうするこの先って考えても、絶対就職難しくないですか ?80 から就職って <laughs>。80からの就職はまあまあ無理だと思いますよ。こ可能ですかね え、でも必要なんですよ。100歳まで生きるんだったら。年金じゃ無理じゃないですか。うーん。だそう、それ考えたら今がやるしかないですよね。今動けるうちに。うーん。だそうは考えても未来はわかんないんですよ。でもわかんないけど、死ぬかどうかわかんないし、生きてるかどうかわかんないけども、やるしかないんですよ。<laughs> やるしかない。今をね。今を変える、今を変え続けるしかないので。うん。 今,も今の収入も必要だし、今の収入を上げることも必要だし、将来の、えー、お金も担保していくことも必要だし、うん全部必要です、はいうん。だからお金の勉強は、ね、するべきかなと思いますね。いってらっしゃい。